翼の塔です、ありがとう。翼の塔です、頑張っていきます。皆さんこんにちは。今日も始まりました、黒川敦彦のチャンネル翼からのユダヤマネーをぶっ壊す。はい、本日はウクライナがクラウドファンディングで暗号資産を集め、デジタル戦争開始でございます。はいはい、私これはまあ結構衝撃を受けました。アタックボタンを押せば、ここにアタックボタンってあるんですね、ロシアへのサイバー攻撃に参加できるサイトというものがございます。これ今も公開されております。押さないでくださいね。ちょっと正式な仕組みは分かりかねるんですけれども、まあ、おそらくみんなが特定のサーバーにアクセスすることによって、そのサーバーをダウンさせようというような、まあ、仕組みだと思うんですけれども、このアタックボタンを押せばですね、あなたも今すぐ戦争に参加できてしまうと、恐ろしい時代だと思っております。ハッキングやサイバー攻撃は基本的には犯罪でございますので、しかも今回ボタンを押すとサイバー攻撃イコールこれ戦争ですから、ボタンを押した途端ですね、あなたも戦争に参加しちゃうということなんですね。また特定個人に対するロシアからの報復もあり得るわけですから、ちょっとこれはですね、非常に危険だと思っております。西側メディアの戦争煽りがですね、もうこれはもうロシアが悪なんだから、もう俺が正義のサイバー攻撃に参加するってなっちゃってる普通の人がすでにいるわけですね。それを西側メディアが煽ってるわけですが、IT 時代に今とても危険な状況を生み出しているというのが、まあ今日の解説の趣旨でございます。現在、ロシア側もウクライナ側も、例えば元イスラム国のメンバーなどをお金で傭兵募集してるんですね。クラウドファンディングで集まったお金がこういうところにも、まあ、結果的には使われているわけです。ウクライナに対しては、まあ、おそらく、米国 NATO が資金援助もしてるでしょう。直接じゃなくてももうどうとでもできますから。要するにユダヤマネーですね、これね。民兵なのか民間人なのか選別できない状況というのはですね、戦争をもうさらなる泥沼化させていく、大きな要因になるわけです。まあ中東とか、まあシリアとか、様々な紛争地帯でですね、このお金で傭兵を雇う。で、さらに、まあ、そもそもアメリカがイスラム国を作ったりですね、テロ組織に、大国が援助すると。それによって戦争をどんどんやっていくと。で、アメリカ自身は傷つかないと。まあ、こういう構造になるわけですが、さらにそこにクラウドファンディングまで関わってきていると。恐ろしい状況です。米国や NATO がお金を出して、戦争を加速すると。ウクライナとロシアが潰し合えば、米国としては漁夫の利であると。また武器も売れるんですから。米国の後ろにいる戦争やユダヤマネーは丸儲けであると。まあ、この構図が非常に、まあ、悪魔的な、まあ、もともとあるんですけど、そこにクラウドファンディングまでかよということです。まあ、3月現時点、ウクライナは、市民を命を守ることは全力でやってほしいと思いますし、それに対して私も反対しているということではないんです。がしかし、まあ何度か言いましたけれども、そもそも、あ、これちなみに、J エピセンターさんから画像提供していただいておりますけれども、2010年の選挙で、親ロシア派の、ヤヌコビッチ大統領に、なった後、さらにそれを転覆させるために、まあこの前にオレンジ革命があるんですけれども、2014年ネオナシとつるんでクーデターを起こして、ポロシチェンコ政権へなったと。まあ、こういう一連の流れを作ってきたのが、米国や NATO や、ユダヤマネーであると。2004年のオレンジ革命で、新欧米派の、ユシチェンコ政権が誕生し、
さらに、まあ、その後一回、変わっておりますが、ロシア派に。2014年のウクライナ騒乱で、親欧米化がさらに進んだと。まあ、こういう流れだったわけですね。特にこの2014年のウクライナ騒乱では、ネオナチと、クーデターを起こして、アメリカ、NATO の傀儡政権を作ってきたと。その傀儡政権の今がゼレンスキー政権なわけですね。ウクライナの欧米化の背後に、ユダヤマネーとネオナチ勢力の暗躍があったわけです。そのウクライナの NATO 加盟だけはもうどうしても止めたいというロシアが、まあ、ドンバス地方の独立支援というのをはるかに超えてしまって、ロシアがウクライナ全土を侵攻してしまったよというのが今なわけですね。ウクライナのゼレンスキー大統領は、たまたまユダヤ人、たまたまじゃない、ユダヤ系最大の支持者であるコロモイスキー氏は、イスラエル国籍も持つ大富豪であって、コロモイスキーが作った、アゾフ連隊はネオナチの特殊軍で、ドンバス地方で虐殺を行ってきたと。数字に関してはこれは誰も確認しておりませんが、8年で1万4000人ぐらい、人が死んだ、虐殺があったよと。まあ、この数字に関しては、ロシア側や親ロシアの人たちの言い分なので、果たして1万4000人かどうかは分かりませんけれども、まあ、多くの情報から考えるに、ドンバス地方での虐殺は一部あったものと思われます。しかし、今回ネオナチを撲滅と言っているプーチン氏は、ネオナチであるドイツの AFD に選挙支援をしてきたということですから、別にこれネオナチを撲滅したいのではなくて単なる利害の衝突であると、決してプーチンを私は擁護するつもりはありません。しかしながら何より米国が戦争を生み出してきたんだと、これはかつての悪の枢軸国に対して正義の NATO が鉄槌を食らわしに空爆しに行くと、国際金融資本ユダヤマネーのビジネスとしての戦争がまあ何度も行われてきた。湾岸戦争、イラク戦争、911、リビア、シリアの爆撃など、こういうことの背景にですね、単にアメリカの利害のために戦争が行われたということが多々あったんですが、そういう冷静な分析は、親米のメディア、日本のメディアはまあほぼ親米メディアですから、そういうところでは決して取り上げられないと。とにかくロシアが悪だと。いやいや、もちろんロシアがやってることもダメなんですけれども、戦争を生み出してきたのは、アメリカと NATO でしょと、まあ、それもあるわけですね。まあ、そういうことを踏まえて、本来ならば報道してほしいわけです。もちろんウクライナを武力侵攻した、ロシアを擁護することはできません。これできません。すべきではありません。はい。この流れを踏まえまして、今回ウクライナがクラウドファンディングで暗号資産を集めデジタル戦争に突入したという現状を解説いたします。すごいね、流行りのまあ、クラウドファンディングもまあ流行りですね。暗号資産でお金を集めて戦争するってね、流行りのやり方ですね。でもこれは本当に危険です。こちらは3月15日のロイターの記事からですけれども、フィドロフ副首相兼デジタル転換大臣、彼ですね、31歳です。まあ、結構今報道上も、よく出てくる。まあ IT のスペシャリスト、かつ大臣ですから31で。まあそれはすごいんですが、クラウドファンディングの献金先となる暗号資産のウォレットの、複数のアドレスをツイートしたところ、今ちょっともっと金額増えてるんでしょう。3月11日の時点で76億円が集まりました。またウクライナの、中央銀行の運営しているウェブサイトにも46億円の寄付が集まったということで、こういう IT を駆使してお金を集めていると。しかもそれが、暗号資産で直接集めるみたいなことができるような時代になっている。また、フィドロフ、大臣は、テスラのイーロン・マスクに対して、ウクライナに、スターリンクを、提供してほしいと、こうツイートするわけですね。2月26日にツイートしますと。そうすると、イーロン・マスクは翌日には、スターリンク、衛星通信システムですね、の活用設備をウクライナ政府に提供し、衛星通信網を、開放しております。スターリンクとは、衛星インターネットアクセスのサービスです。
すごいですね。すごい時代ですよ。こんなことが起こるんだ。いや。いや、裏で CIA とかモサドとか動いてるでしょ、と。まあ、それが仕事ですからね。ただ、演出上ね、なんかツイートしたらイーロン・マスクがなんか正義の味方で助けに来てくれました、みたいな。まあ、ネット上ではまたこれがね、盛り上げにつながるわけですね。煽りにつながっていくわけですね。そして当然、ガーファも全力でウクライナを今支援しております。だってね、全部ユダヤマネーですから。そういう戦争を盛り上げる、いろんな演出がなされているわけですね。ロシアのウクライナ侵攻に対して、ウクライナというのは、まあ今やアメリカ NATO 軍の傀儡政権だったわけですね。まあそれはロシアが怒る気持ちも、まあそれ良くはないんですよ。良くはないんですから、それはロシアも怒りますよと。戦争で儲けたい戦争屋のアメリカ NATO 軍の傀儡政権がウクライナなんですから。で、先ほども冒頭言いましたように、アメリカ、EU、NATO は、直接戦争には関与しない、してないよ、というわけですね。で、間に立たされたウクライナが独自に戦争していますと。これもアメリカにとってはもう一番美味しいパターンですよね。自分のところには、火の粉が降ってこないと。しかし、ロシアも潰れてくれると。まあ、確かにアメリカの、この、まあ、無責任な立場ですね。に関しては批判が集まっていて、バイデンの支持率は下がっていますけれども、まあ、いいんでしょうよ。どうせバイデンももう年ですから、次の大統領をバイデンにはしないんでしょう。だからいいんですよ。使い捨てですから。バイデンの支持率が多少下がろうといいわけです。今回、ビットコインとイーサリアムの暗号資産を活用した寄付の呼びかけを行って、ウクライナを支援するための、自立分散型コミュニティ DAO、ウクライナ DAO が誕生しています。ちょっとこの DAO とか流行りのキーワードにつきましてはですね、2週間ぐらい前に出した NFT の、動画がございますので、ぜひちょっとそういうのも見ていただければと思うんですが、ウクライナは暗号資産を使った、クラウドファンディングで、76億円を集めて、そのお金で、戦争屋から武器を買いますと。さらにウクライナ IT 軍を組織し、30万人のメンバーがロシアに対してサイバー攻撃を今も行っていると。戦争は形がどんどん変わっていると。ボルニャコフデジタル庁副大臣は、暗号資産は銀行送金よりも柔軟で安価なツールとなっていると、1日以上かかることもある、スイフトでの送金と比べて、複雑で透明性が高く高速だと発言しています。スイフトとは今回の経済制裁で、まあ話題になっているロシアがスイフトから弾かれることによって送金できませんというやつなんですが、銀行間の国際取引を仲介するベルギーの、IT 組織、システム組織でございます。まあ確かに、暗号資産を購入して、自由にやり取りするということはですね、まあまだまだ IT 的に非常にハードルが高いというか、まあちょっと慣れれば、できるんですが、ある程度 IT がわかる人でないと難しい面はあります。がしかし、そういうわかる人たちの、間で言うとですね、別に既存の銀行システムなんかすっ飛ばしてですね、イーサリアムとかビットコインでやり取りできるじゃないかと、まあそういう状況になっていると。で、ロシアも今、国際決済システムから弾かれてますけれども、弾かれてるからこそ逆にビットコインなんかを購入する動きが、ロシアで加速していると。まあそういう面があります。フィドロフ副首相は、デジタルの才能が必要だと語り、メッセージングサービステレグラムの中に、IT アーミーオブウクライナというチャンネルを開設し、多分今もっと増えているんでしょうが、3月の、上旬現在で30万人を登録者が超えています。ここがロシアの政府や企業、銀行のウェブサイト、ロシアのテレビ局などの URL を掲載して、攻撃せよと訴えていると。ここだけでは、どうもなさそうですけれども、サイバー攻撃を行っていると。
世界中のボランティアの人たちが暗号資産を使ってクラウドファンディングで資金提供し、IT 技術者が労力も提供し、労力というだけではなくて実際に戦争に加担しているわけです。もうサイバー攻撃イコール戦争ですから、その戦争なリアルな状況がどんどん蓄積されていって、刻一刻と公開されて、その情報が NFT で、まあ申請証明正しいものだと書き込まれていくと。この NFT というのは、ブロックチェーンですね。ブロックチェーンで改ざん不能な状況で、参加している人たちが、まあ暗号資産でもってですね、まあ何かやった場合、それが全部記録として残るわけです。ちょっとこの辺の NFT の話を知りたければ、ぜひ過去動画 NFT、2週間前ぐらいにございますのでご覧ください。しかしですね、そもそも今の情報というのが、西側メディアのプロパガンダの上に全て成り立ち、正しい情報として世界中の民を煽りに煽りまくって、さも戦争がある種正しいことのようとしてなっていくわけですね。もちろんロシアダメなんですよ。ダメなんですけれども、ロシアが完全に悪、ウクライナは正義、正義のウクライナに加担することは正義なんだと。いやいや、戦争ですから。皆さんがアタックボタンって1個押すのはそれ戦争ですから、あくまで。戦争に加担するのは本当に危険です。ダメかどうかはちょっと難しいところなんですけど、まあ、自国にそういうことが起こった時にですね、自国を守るために義勇軍に入るとか、そういうことはまあ、最悪の場合あるでしょうけれども、他国の戦争にボタン1個で参加するというのは非常に危険だと。しかもそういうことを NFT、ブロックチェーンで保証していく危険性が非常にあるということなんですね。アメリカの大手メディアはもう完全に民主党寄りです。ほとんど民主党寄り。戦争やバイデン氏のまさに、広報メディアであると。GAFA も、多額の献金をバイデンにやってきたわけです。ですので、当然 GAFA も、まあ、民主党バイデン側だと、いうふうに、言っていいわけです。みんな、もう戦争やと一緒になって活動をしている人たちですよ。2月26日に、Google はロシアの国営メディア、などについて、ウェブサイトやアプリ、YouTube での動画広告収入を得ることを禁止しました。SNS の Facebook を運営する、今名前変わりました、米国のメタも、広告収入の禁止措置を発表しています。先ほどから言っているウクライナのフィドロフ氏は、Apple の、ティム・クック CEO に、ロシア国内でのサービスや製品の提供中止を要請しています。フィドロフめちゃくちゃ偉いですね。Apple、世界ナンバーワンの時価総額の会社の CEO に、もう直接31歳で話がつけられる。なわけねえだろうと。この後ろにいるのは CIA とかモサドだろうということなんですね。まあ、その要請によってロシアの若者を動かして軍事侵略を阻止することにつながるんだという見解で、アップルにも、まあ、要請をしたと。こちら読売新聞2月25日の記事。まあ、国際ハッカー集団のアノニマスがツイッターでウクライナに侵攻したロシア政府に対してサイバー戦争をするぞと通告をいたしました。アノニマスも、まあ、たびたび出てくる組織ではございますけど、今回の戦争に加担していると。私はアノニマス自体もおそらく、CIA とかモサドが作った組織だろうと、そのように理解しております。こんなんね、だいたい勝手にできないんですよ。どっかからお金を持ってこない限り、世界で大きな話題になるような IT 攻撃などをですね、ただの民間組織が作れたりはしないし、本当にそんなところがやっていればですね、CIA に、モサドに潰されますね。危ないですから。ユダヤマネー国際金融資本の都合で、戦争屋の手先のアメリカ、NATO が、いつも、正義、それに反対する国は悪という安易な構図で、世界中の世論が簡単に誘導されていいんでしょうかと。ユダヤマネーがスポンサーのユダヤ人大統領であるゼレンスキー氏の煽りに対して、
世界があまりに熱狂するのは本当に危険だよと思うわけです。まあ今日も日本の国会で、ゼレンスキー氏、演説しておりましたけれども、それ全部ユダヤマネーのお膳立てがあってこそですから、普通できないでしょ？それにみんなが熱狂するのは危険だよということです。ベトナム戦争の時代は、アメリカ軍とか韓国軍が、目の前にいるベトナム人を直接的に殺害をしていたと。まあ今の戦争というのはそうなんですが、しかしそれがイラク戦争ぐらいになってくると、無人の爆撃機でドローンで民間人が死亡していると、どんどんバーチャルになってきている。今回さらに暗号資産を使ったクラウドファンディングで76億を集めて戦争屋から武器を買ってウクライナの IT 軍が30万人がロシアにサイバー攻撃を仕掛ける、デジタル化された、バーチャルな戦争がどんどんと極まっていっていると、これは非常に危険だと思っております。何より民間人が安易に、サイバー攻撃に参加するということはもうこれイコール戦争ですから、戦争に民間人が加担するということはもう極めて危険であり、それはやめるべきだと。基本的にはこれは犯罪でしょうね。義勇兵の扱いに対しては国際条約等でですね、一定認められる面もありますけれども、義勇兵として全く定義されてないような人たちがですね、サイバー攻撃に参加するというのは、おそらく犯罪だと思われます。そして何よりそれが戦争なわけですから、ちょっとボタンを押したと、一個一個のボタンを押すことは、それで別に世の中が転覆するわけではありませんけれども、しかし、戦争に加担してしまうんだよということを、理解すべきだと思います。ユダヤマネーがそもそもウクライナを煽って戦争になったわけですよね、今回の戦争。ロシアも悪いんですよ。ロシアがやったことはダメなんですけれども、その大元は、ユダヤマネーがウクライナを煽って戦争を作ったわけです。そしてユダヤマネーが支配するメディアが民衆を煽って、クラウドファンディングで集まったお金で武器を買って、その武器で人が死んでいると。武器を売るユダヤマネーが儲かる。そのお金はクラウドファンディングで世界中の庶民から集める。でもその戦争を作ったのは自分たちがやっている。今までもそうでしたけれども、より恐ろしい状況に、もう悪魔の構造になっていると。もう何をやっても、武器屋が儲かると。まあ別に武器屋だけではありませんけれども、これによって、まあある種金融為替相場も動いたりするわけで、今金融が行き詰まっているユダヤマネーにとってみたらですね、やっぱり武力や軍事、恐怖で世界を支配するということが、彼らの、一つの手段になり始めていると。じゃあどうしたらいいかというと、これはもう全国民が賢くなるしかありません。誰と戦っているか理解してないと勝てないと。いや、なので、わざわざユダヤマネーをぶっ壊すと言っているのはですね、我々は誰と戦っているんですかということなんです。誰が悪いことをしているんですかということを理解しないとですね、いや、ゼレンスキー大統領が国会で演説したら、いや、私感動しましたから、いや、日本も援助しますよ、もっと増やしますよ、と。いやいや、その、ゼレンスキー自体が火に油を注いできた人ですよ、今回の戦争で。そういうことは分からなくなってしまうわけですね。もしも中国による台湾侵攻っていうのは、起こり得るわけで。起こり得るというか、もうユダヤマネーがまた起こす可能性すらあるわけです。台湾侵攻時に、米国はおそらく助けないでしょう。今回も米国は助けなかったわけです。同じです。しかし台湾にもしそういう侵攻があった時には、日本はすぐにでも戦争に巻き込まれる可能性があるわけです。そうなった時に、またマスメディアで煽られればですね、もう日本が喜んで戦争に突入していくみたいなことが起こり得てしまうわけです。それに対しては、やはり、全国民が賢くなるしかないと。マスメディアがこれだけ、資本家に抑えられている状況では非常に厳しいのでありますけれども、私たちが思う、正しいなと思うことを発信し続けたいと思いますし、そういう人たちが増えていくしかないと思っております。
はい、本日の解説は以上です。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンを押していただいても動画がたくさん拡散されて嬉しいです。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ。ピープルパワーで。黒川敦彦でございました。この国をいいところに、もっと素晴らしいところに、翼の塔です。ありがとう。